まず回復して妖怪入れ替え。こんだけレベル上がったらこれでやっと比べれる。入れ替え入れ替え、黒雪姫と普通の雪姫変えてっと。よし、2人のパラメーターを比べよう。ヒットポイントは黒の方が強くて、力は黒の方が強いけど力は無意味だからな。守りは同じぐらい、素早さが雪姫の方が高くて揚力が雪姫の方が高い。そしてスキルが氷属性の威力アップ、魔法が必殺技はときめき百鬼夜行の方がね、全ステータスダウンがでかいんだよな。こっちの方がどっち使っても同じぐらいだな。揚力ダウンか力ダウンか、うわー、どっち使ってもほぼ同じレベルだ。素早さと揚力を取るか、ヒットポイントと必殺技を取るか、あとは白を取るか黒を取るか、ほぼ同じだな。レベル1しか差ないもんな。必殺技的にはときめき百鬼夜行なんだよな。全ステータスダウンがでかいんだよ。しかし素早さと揚力、スキルを考えると白でいくか。切り替えじゃない、入れ替え。両方40まで上げたけど、カッパーどこだ、だいぶ昔だ。川端さん、そしてちょっと龍君を藤子ちゃんに変えて、よし。だからボス戦は攻撃ミスるんだよね。さて行きますかね。あと倒していないボスはここの地下。こっち。闇丸。はい。いきなりサボった。狙い目だ。またパラメータ下げられないからいきなり打つ必要はなかったな。46とか全然効かねえ。強い。大滝のミスらないのはでかい。よくサボるなこいつ。よくサボるなほんと。必殺技打とうとしてる。これどうなるんだ。ダメージも結構だ。ガード経験値勝ちに行くか。死神の術。さて大量に買った漢方を使いまくり。よくサボるなこいつ。ナゾル激流一閃。結構ミスらないのがでかいんだよね。超ラッキー。この辺一発。レベルが足んねえな。やっぱこのメンバーで戦うのが一番か。強い。冬の実は全然食らわないんだけど。やばい、敵ちょっとでやっと今半分だもん。しかも敵の動き早すぎだし。やっぱこいつ強いな。サボった。むしにゃんダメだな。もうちょっとレベル上がってからかな。もうちょっと考えてからにしよう。これだな、明らかに。人面犬？何見てんだよ。牛乳だ。やっぱもうちょっとブシニャンとかこの辺のレベル上げないとな。壁にもなれないっていう。じゃあ次は花坂じじいだっけ。妖魔界の S のモッチロックの奥、妖魔界に参ります。到着。1個目から飛び降りたところ。ここが S だったよな。あっ、やっちゃった。落ちんのかよ。落ちないタイプだと思って適当に走っちゃった。よし、褒めじいか。ごめじい、早速サボった。揚力アップの大旋風もミスはないぜっと。468、あ、勝ったなこれ。風弱点じゃん。96って、まあそれ以上のダメージ。いけるな。嵐の術のダメージがでかい。何より回復量やべえけど、それ以上のダメージだから大丈夫。 OK5940 オパール。お米の力が破れるとは。お米食べろ。たまにバトれるから1日1回。こいつもあれか、倒しても仲間になるタイプの敵じゃないのか。ってことはバトル中におにぎりを与えて仲間にしやすくしてフレンドにならなきゃダメなんだよ。下水のあいつは勝てなかったけど、こんなもんだっけ。ボスクラスはこんなもんだったかな。全部終わってるもん。回復しとこう。戻る。飛ばす。この飛ばした後にこうもう一回実は飛ばせるところがあるっていうね。ここまで飛ばしてくれたらいいから。久しぶりの夏祭り。夏祭りにここ行ったら何かあったっけ。なんもねえや。先に進めないみたいだ。しかし期限定のものは買えないんだろっていう。かき氷16個、駄菓子屋買う、りんご飴ちょっと大量に、はてな、ポカ、貧乏いかこれ。貧乏いを見つけた。妖怪スポットいいものくれるかな。残念、貧乏いでした。10円ガム全然よくねえ。そういや妖怪スポットは 100% だよね。あ、それだけ。なんかアイテムとかくれたりしないんだ。圧巻ベーグル。お、追加されてる。買い占め、大人買い、よし、限定品購入完了。さてこれであとクエストはキュービのやつだけだな。というわけで最後のキュービのクエストを進めるか。キュービクエ、あれ、小学校の屋上でキュービに話しかけるってあるのにないぞ。3つのクエをクリアした後に開始になるはずだけど、この後セーブかなんかしなきゃダメなのかな。まあどうせ今キュービのクエ進めたとしても、まだ金の油揚げないから進められないから、先に金の油揚げゲットに行くために無限地獄に行くか。失敗した。こっちからだと出られないんだよ。あ、さて行きますか、無限地獄。無限地獄の1階層は入れ替え、炎属性のやつだからね。雪姫はちょっと弱点まみれだから龍君でいくかな。リュウ君いねえ。並び的にはブシニャンだよな。ブシニャン強化しなきゃダメなんだよな。ドケチングいいよ。これ倒す系ならいいよ。アイテム持ってかれる系はだるいけど。グレルリンばっかり。さてやってきた、強化された地獄王山椒。あいつこれがすっげえ食らうんだよ。やけどならなかったからいいや。激流一閃。もう一回だった。帰りたい。スイッチサボりすぎだよ俺。回復帰ってこい。この皮膚球のダメージがきつい。よし、まず1箇所。あっちちーっと外れだったか。よし、2箇所目当たり。これで初めてダメージだよ。で相手はどうぜ。であとは攻撃メンバーでひたすら殴る。今のうちに後ろの人らは回復するか勝手に。ハンバーガーの1個ちっちゃいやつでよし、可能な限り与えてくれ。もう一発ぐらいは行ってほしかったな。これももうすげえ食らうけど、このメンバーだとほとんど食らわねえな。集中攻撃で一気に減らそう。これは解除できないかな。とんでもボイボイ劇。回復回復。うちは大戦力していいダメージ。お、真ん中は空いた。だけ技 OK。 シフシドレインボスでもいいのかなこれ。一応ちょっと回復するか。ババアを天空の術が一番使いやすいから。完全回復。ブシニャンとリフン逆だったなこれ。ダメージ稼ぎ、ダメージ稼ぎ。サボらないと。サボんじゃねえよ。揚力アップ。またサボった。とりあえずこっちから削っていくかな。でこうかな。ちょっとメンバーやばいな。こうしてよし、まず1箇所。お、当たりだ。いきなり当たりでダバイが来てこないんだよな。こうかな。もうダメージ与え使うか。このまま通し切れるかもしれないし。うちわ大戦。よし、倒した。勝利。お、経験値倍は美味しい。さらにお払いボーナス。お金が赤コイン、ありがとう。戻ってきた。時空が安定して戻ってこられるようです。で真正面に向かって次の階層、第2階層。グレルリンばっかり。人面犬。また人面犬だ。アイテムあるかな。